2021年3月26日夕方5時17時です。熊本県熊本市にある崇城大学池田キャンパスからですね、撮影をしています。現在私が使っているカメラはオルドロですかね、 ORDRO の EP7 というウェアラブルカメラです。音声は内蔵のカメラ内蔵のマイクを使っています。4K カメラということで、ただウェアラブルということですので、かなり視点移動があるとですね、映像としてこうかなり視点が切り替わる、画面が切り替わってちょっと見にくくなるんじゃないかなと思いまして、今野外撮影のテストを行っています。熊本市にある場所ですが、現在桜がですね、満開の時期を過ぎまして少し散り始めています。私のこのカメラの利用目的は、本来ですね、教室等で、黒板や、演習の様子を撮影すると、そのためにこのカメラを購入したんですが、野外撮影等、このカメラ自体が想定している目的というのは様々あるようですので、外での撮影を今試しています。はい、現在見えますのは崇城大学の池田キャンパスにある英語学習施設、崇城インターナショナルラーニングセンターです。左手にはこれ裏側になるんですけども、崇城大学の中山義隆記念図書館、図書館ですね、メインの図書館があります。さあ少し歩いてみましょう。ブレとかがどういうふうに映るかっていうのを見てもらいたいと思います。はい、そうですね、文字がどういうふうに見えるかということですね。現在目の前には縦案内板の文字が映っています。近づいた時にですね、どれぐらいすぐにピントが合うか、あるいはピントが合わないままなのかということを見てもらいたいと思います。近づきます。遠くに離れます。はい、こういうふうにカメラは撮れていますと言っても、まだ私はそれをモニターするアプリを入れてないので、スマートフォンにアプリを入れるとですね、モニタリングできるようなんですが、撮影状況を今私はその設定をしてないので、まだどうなっているか後でデータを見てみます。中庭にある、中庭といいますか、大学キャンパス内にある池のところに来ました。さあ映像テストは以上になります。